RI プレゼンツ海の民、山の民、第二章。神話との遭遇。第二章最終回拡大版。前回のあらすじ、和人に居場所を知られてしまった渡鶴地区たちはさらに北方へと避難した。そこで偶然会った人たちから大きな古丹の存在を聞き、希望を見出した。その古丹の存在を知った私たちはその場で少しだけ休憩すると、疲れ切ってはいたけど、その古丹に向けてまた歩き始めた。目的のコタンまではそこそこ距離があって、みんなぐったりしながら歩いてたけど、集落が目に入るとみんな歓声を上げて喜んだ。やっと着いた。そのコタンの中に入るとちょっと驚きの光景が私たちの目に飛び込んできた。アイヌ民族の中に明らかに要望の違う人たちがいた。人数はそれほど多くはないけど、どう見てもその要望は和人だ。しかも来訪客っていう風じゃなくて、一緒に生活しているように見える。ここでは共存共栄が成り立ってるの。もちろん全ての和人が悪い人ってわけじゃないのは分かってる。偏見は判断を誤らせるっていうのも分かってるけど、これまで見てきたことが頭に焼き付いてて、どうしても偏った見方になってしまう。渡鶴地区も少し驚いたようで、男の人の後ろに慌てて隠れた。でもここはポロコタンから遠く離れた土地、私たちのことは知られてないはず。思わず警戒心からとっさに反応したけど、その人たちが私たちを全く意に介さず何かの道具を手入れしていたのもあって、私たちは互いの顔を見合わせるとそのまま彼らの横を通り過ぎた。そのままコタンの中央付近まで進むと、そこには少し変わった形の見晴らし台があり、そこで通りすがりの男の人に声をかけた。その彼にここの代表の家はどこかと尋ねてみると、彼は少し首を傾けた後、長老ならそこの家だ、そう言って少し大きな家を指さした。私たちがその家に向かうと、家の前におばあちゃんが座っていて、そばに行くと私たちに気がついて優しく微笑みかけてくれた。そしておばあちゃんは、いらんからくてと挨拶を交わした後、私たちを手招きして家の中に入るよう促してくれた。家の中には白髪のおじいちゃんがいて、挨拶を交わすと私たちに座るよう促してくれた。どうやらこの人が長老のようだ。私たちが二人に事情を話すと、長老は私たちにしばらくはここで体を休めるよう促し、山の上にアイヌが暮らす地があるから、そこなら安心して暮らせると教えてくれた。その後私たちはおばあちゃんに誰も使っていない家に案内されて、そこでやっと一息つくことができた。屋根のある部屋で休めるのはどれくらいぶりだろう。
私たちはそこで3日ほど過ごし、4日目の朝に長老夫婦へお礼を言うと教えてもらった山上のコタンへ向かった。そのコタンまでは途中野宿したものの、2日で到着。コタンの人たちに長老の紹介できたと告げると、彼らは心よく受け入れてくれて、住む家も提供してくれた。その日から私たちの新たな生活がスタートした。そこには動物がたくさんいて、特に鹿はコタンの中を普通に歩き回っていて、人に慣れている様子だった。ユッケケマもこの土地が気に入ったみたいで、近くの山に入ってはその様子をトカプチプに話していた。彼女もその山が気に入ったようで、頻繁に山頂に行っては眺望を見つめてたけど、その様子は少し寂しげだった。私たちがその地でしばし平穏な時を過ごしていたある日、寒さの厳しい夕方に初雪が降り、同時に平穏を乱す知らせが入った。それは長老からの知らせで、トカプチプを探している人たちが長老の元を訪れたことを知らせ、私たちに注意を促すものだった。その知らせを聞いた男の人たちがトカプチプのところに集まってきたけど、彼女の反応は冷静で、意外な言葉を口にしてみんなを驚かせた。もう逃げない。もう誰にも迷惑をかけたくないから、一度彼らと話し合いをしてみる。これが彼女の意思だった。誰も反論しなかった。それだけ彼女の言葉は強いもので、彼女の覚悟がみんなに伝わった。あとは待つだけ。それからの日々は静かに過ぎて、トカプチプはユッケケマと共に近くの山に登って、頂上から景観を眺めるのが日課になっていた。彼女が特に好んだのは、山頂から少し降りたところにある大きな岩の前で、その岩にもたれて風景を眺めたり、鏡を見て容姿を整えたりしていた。そしてついにその日がやってきた。いつものように彼女が山頂で景色を眺めていると、下から彼女を呼ぶ声が聞こえたけど、その呼ぶ声の変化からすぐに異変を察し、彼女は空を見上げて太陽を見た。太陽の光は眩しく、目の前が真っ白になった。ただ、目がその白に慣れてきたとき、私が見たのは太陽の白ではなく、病室の天井の白だった。私の名前は星崎桃花。都内の大学に通う19歳、歴史好きの平凡な女の子でした。なぜ過去形なのかというと、あの東日本大震災を境に、これまでの歴史観や人生観が変わってしまったから。あの震災の後、
友人たちと4人で行った東北復興支援旅行。東照宮も仙台での観光も楽しかったけど、私は平泉の中尊寺で意識を失ってしまった。あの部屋で壁画を見て目が回る感覚までは覚えてるけど、そこから病室で目覚めるまでの記憶がない。正確にはその間に見た夢は覚えてるけど、肝心の意識を失う直前の出来事が思い出せない。意識を失うきっかけは何だったんだろう。その間に見た夢の意味は何だろう。辻褄の合わないことがたくさんある。夢の中での出来事は数ヶ月、いや半年近かったかもしれない。あれは本当に私の夢、想像、それとも過去の出来事。どう考えても答えが出ない。でもどうしても気になる。夢の中で知り合ったあの人はどうなったんだろう。答えは出ない。トカプチプ。第2章はここまで。ご視聴ありがとうございました。引き続き毎週土曜日更新の外伝をお楽しみください。それではごきげんよう。